攻守の方向を変わりまして、大京大が今度はスタンドから向かって左から右に攻める形に変わりました。さあ最終クォーター、ファイナルクォーターの第4クォーターに入ります。大阪教育大学サードオンテ、クォーターバック1番パスを投じようとしまして、左にスプリント、相手ディフェンスをまくるように展開し攻撃権更新を果たさんとしましたが、しかしそれは至らずフォースダウンに変わります。大京大フォースダウン6、パンプフォーメーション。このパントはハーフエフ金でサイドラインを割りまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりまして、北陸合同チームの攻撃に変わります。北陸合同自陣48ヤードからファーストダウン10。ここでまずクォーターバックを自ら中央突破からんとしましたが、これは大阪教育大学対応しましてノーゲインに終わらせています。関西大学セカンドダウン10、ボールオン自陣48ヤード。選択プレーを展開しました。クォーターバック自らがキープする形でトップを図りましたが、ゲインは2ヤードにとどまっています。クォーターバック2番は林、飯田高校出身。北陸王道サーダウン8、ボールオンハーフウェイ。不成功。クォーターバック2番ショットガンフォーメーションから下がりまして、ファイドレシーバー87番にパスを投じましたが、タイミング合わずパス不成功となっています。フォースダウンに変わります。北陸合同フォースダウン8、パンプフォーメーションを選択しました。ここでトリックプレースペシャル成功、ファーストダウン。ここで北陸合同のパンプフォーメーションでパンター16番、そのパントを K と見せかけ相手ラッシュをかわして右方向へランプレー。パントフォーメーションでもプレーを展開して構いません。この権利を生かしまして見事攻撃権更新を果たしました。結果的にフォースダウンギャンブル成功で北陸合同ファーストダウン10。
大一番で素晴らしいプレーを決めました金沢大学パンター16本は大方鶴岡南高校出身の4回生。パス不成功。後衛クォーターバック2番一気にエンドゾーンを狙わんとするロングパスを投じました。ターゲット6番でしたが、しかしこれは大京大もカバーよくパス不成功に終わらせています。北陸合同セカンドダウンに変わります。北陸合同セカンドダウン10ボールオン相手陣30ヤード。ナイスディフェンス。1点何点より突破を図りました北陸合同。しかしこれも大京大88番見事対応しまして、ゲインは1ヤードにとどめています。素晴らしいタックルを決めましたのは大京大88番の山上、春日岡高校出身。北陸合同サーダウンライン、ボールオン相手陣29ヤード。4番がカバーしゲインを図らんとしましたが、しかしフォースダウンに変わります。これフォースダウン6フィードゴールトライ、キックによる3点を狙います。43ヤード。ここでトリックプレー、しかし大東大ナイスディフェンス。このフィードボールをキック狙わんとするかと見せましたが、これがフェイクプレー。ボールをホールドする選手がそのままボールを持って走るスペシャルプレーを展開しようとしました。しかしこれを大東大見事に対応しまして、このプレーを阻止、結果的に4回目の攻撃失敗となりますので攻守交代です。ターンオーバー。攻撃権は大京大に変わりました。大京大ボールオン自陣40ヤードからのファーストダウン10。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。交代班大沢の競技台12人いました。ご覧の抜体フォアスダウン繰り返します。ここでオフェンスの反則です。交代班フィールドの中に12人おりました。5ヤード抜体しファーストダウンやり直しとなります。アメリカンフットボールはフィールドの中は11人以下でなければいけません。大阪教育大学ファーストダウン15、ボールオンが自陣35ヤード。これは北陸ゴールのナイスディフェンス。ここで大阪教育大学走り込んできたモーションしする9番へのトスをしまし、前パスのトスをしましてキャッチアンドランを図らせました。しかしこれを読みまして金沢大学ユニットの6番が見事なチャージをし、このランプレーパスプレーを約6ヤードロスに変えています。失礼しました、1ヤードのロスを奪っています。先ほどのプレーは下からですが前に投げたためパスプレーとなります。大京大セカンドダウン16、
シャベルパス、下からシャベルスコップをすくい上げるように投げるパスプレーによってその裏をつくようにキャッチアンドランを図らせましたが、これもまた金沢大学64番が素晴らしく対応しましてノーゲインに変えています。素晴らしい反応でこのプレーを阻止しましたのは金沢大学64番の小林、神奈川総合高校出身の2回生。ここでホイッスル、レフリータイムアウト、ウォータータイムです。ここでウォーターブレイクが入ります。後半戦素晴らしい攻防が続いております。互いにお互いのミスを狙わんと凄まじいほど圧力をかけ合うという非常に白熱した攻防になっておりますが、現在その得点差は変わらず大阪教育大学13点、北陸合同チーム0点という状態になっております。さあこの試合最後のウォーターブレイク、果たしてどちらにとってこのタイム、ウォーターブレイクが福音をもたらすウォーターブレイクとなるでしょうか。レフリータイムアウト終了。さあウォーターブレイクと暮らして試合再開と流す。大兄弟ボールオン自陣34ヤードからサーダウン16。クォーターバック、その内側に切れ込んできたアイドリシーは9番にパスを通しました。しかしこのパス勢いあったかパス不成功となりましてフォースダウンと変わります。大兄弟フォースダウン16でパントフォーメーションを選択しました。合同陣35ヤード付近でボールデッドとなりまして、この位置で攻守交代となります。試合残り時間5分37秒となりましたが、この位置からの攻撃に入ります。北陸合同ボールオンは自陣36ヤードから北陸合同ファーストダウン10。ここでクォーターバックには右にスプリントアウトして、そこからロングパス、一気にパスによって全身を図らんと大きなパスを投じました。しかしターゲット8番ダブルカバーにありまして、このパスを取ることができずパス不成功となっています。北陸合同セカンドダウンに入ります。北陸合同セカンドダウン10。クォーターバック2番、ここでハンドオフェから左オープンへネイキッド、ブロッカーをつけず左オープンに自ら裸の状態でノーマークになってパスを投じました。ターゲットは11番でしたが、このパスも決まらずパス不成功でサードダウンに変わります。北陸合同サードダウン10。
ここでオプションプレーを展開します。ピッチしましたランニングバックの総力にかけまして右オープン突破を図りましたが、しかし攻撃権更新に至っておりません。フォースダウンに変わります。北陸道フォースダウン4プレーを選択します。フォースダウンギャンブル4ヤード前進しないと攻撃権更新になりませんが、さあこのフォースダウンギャンブル決まるでしょうか。大兄弟ナイスディフェンス。ここで神奈川大学が展開したのはオプションプレーでした。クォーターバック2番ここで自らキープを判断しましたが、しかしこれは大兄弟77番見事対応しまして、このランプレーを阻止、4回目の攻撃失敗となりまして攻守交代となります。攻撃権は大阪教育大学となりました。大阪教育大学相手陣41ヤードからファーストダウンテ、ここでクォーターバック22番、オプションプレーによって右オープンへ展開、相手の逆をつくような形でカウンターを通る格好で約5ヤードのゲインを果たしています。クォーターバック22番はタミ、鳥取西高校出身のプレイヤー。大兄弟セカンドダウンファイパス不成功。クォーターバック22番プレッシャーを浴びながらもパスを通しましたが、しかしこのパスは決まらずパス不成功となっています。メリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウトです。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入ります。さあ試合再開となります。大兄弟相手陣36ヤードからサードダウン5。ナイスファースター。クォーターバック22番ショットのフォーメーションから自らキー、中央切り上がって右を方向に展開し見事攻撃権更新を果たしています。大阪教育大学ファースター、見事なステップワークで攻撃権更新を果たしました。大阪教育大学クォーターバック22番はタミ、鳥取西高校出身。大兄弟ファーストダウン10、ボールオン相手陣22ヤード。パス不成功。ここで一気にエンドゾーンへのパスを投じました。ターゲットは1番、しかしこれは金沢大学9番が見事カバーしましてパス不成功に終わらせています。
大京大セカンドダウンに変わります。大京大セカンドダウン10、ボールオンは相手陣22ヤード。さあここで外へ展開を図りました。外へ展開したランニングバック8番にキャッチアンドランを図らせましたが、しかしこれは金沢大学ユニット見事対応し、ゲインをほとんど与えておりません。サードダウンに変わります。大京大サードダウン10、クォーターバック22番ショットガンフォーメーションから中央に切れ込みまして、約3ヤードほどゲインしてダウンしました。フォースダウンに変わります。大京大フォースダウン8、フィールドゴールトライ、キックレングス37ヤード。このキックは失敗となりまして無得点となりました。大阪教育大学の攻撃は結果的にフィールドゴール失敗により攻守交代となります。攻撃権は北陸合同チームに変わりました。試合時間残り1分33秒。大阪教育大学無得点になりましたが、結果的にうまく時間を消費する形になり、北陸合同チームの残り時間は1分33秒となりました。さあこの時間を使いまして逆転なるでしょうか。北陸合同ユニットは金沢大学のユニットです。北陸合同ファーストダウン10、不成功。まず中央に切れ込んだワイドレシーバー16番にパスを投じましたが、このパスはキャッチできずパス不成功となりました。セカンドダウンに変わります。北陸合同セカンドダウン10、今度は左に展開したワイドレシーバー6番がターゲットでしたが、これも大京大ディフェンスがカバーしており、パス不成功となっています。北陸合同サードダウンに変わります。北陸合同サードダウン10、試合時間残り1分23秒。ここでクォーターバックには右スプリントアウトからワイドレシーバー16番にパスを投じました。16番なんとかこれを食らいつかんと飛び上がるようにキャッチ試みましたが、しかしこのパスは不成功となりました。フォースダウンと変わります。北陸合同フォースダウン10、
プレーを展開します。フォースダウンギャンブル。不成功。クォーターバック2番プレッシャーをかわしてなんとかパスを投じましたが、ターゲット1番、これを大阪教育大学9番8番が見事にカバーしパス不成功としました。結果的に4回目の攻撃失敗となりましたので攻守交代となります。攻撃権は大阪教育大学に変わりました。大阪教育大学相手陣20ヤードからファーストダウン10。0番にライト台パスを投じましたが、これをまるで見計らったかのように関西大学52番が飛び込みまして、あわやインターセプトというすごいプレーでした。しかし結果的にパス不成功となりセカンドダウンに変わります。素晴らしい対応でした。関西大学52番は秋田刈谷北高校出身の4回生。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。ここで見事なビッグプレーを決めましたのは金沢大学52番の秋田刈谷北高校出身の4回生。北陸高校ファーストダウン10、ボールオンマ自陣40ヤード。試合時間残り48秒です。ここでロングパスを投じました。ワイドレシーバー11番、これをなんとかトランとしましたが、しかしディフェンスの粘りによりパス不成功となっています。北陸合同セカンドダウンに変わります。北陸合同セカンドダウン10、ボールオンは自陣40ヤード。試合時間残り42秒。今度は外へ展開したワイドレシーバー16番へのターゲットのパスでしたが、これも大兄弟パスカバーありパス不成功となっています。北陸合同サードダウンに変わります。北陸合同サードダウン10、試合時間残り35秒。手前インターレシーバー11番にロングパスに見せかけ、手前インターレシーバーにパスを通し、11番キャッチアンドランで攻撃権更新です。金沢大学失礼しました。北陸合同ファースター。
北陸王道、ここでパスを叩きつけ時計を止めます。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ディフェンスの反則です。コート違反、フィールドの中にディフェンスチーム12人いました。この反則によりましてディフェンス5ヤードばったり、したがってオフェンス5ヤード前進し、ファーストダウン5で試合再開となります。北陸王道ファーストダウン5、試合時間残り22秒。不成功。ここでクォーターバック2番はプレーアクションパス、ターゲット16番でしたが、しかしこのパスをキャッチできず、パス不成功でセカンドダウンに変わります。時計止まりまして、試合時間は残り15秒。北陸合同セカンドダウン5、試合時間残り15秒。そのキャッチした瞬間の大兄弟、見事にパスカット、パス不成功としましてサードダウンに変わります。北陸王道サードダウン5、試合時間残り10秒。中央にいました11番へのパスでしたがキャッチできず、パス成功フォースダウンに変わります。試合時間残り4秒、残り4秒です。北陸王道フォースダウン5、となりまして、北陸合同チーム0点、大阪教育大学13点で大阪教育大学ドラゴンズの勝利となりました。両チームしかし素晴らしい戦いでした。4校ともナイスファイト、ナイスゲームでした。
さん、ありがとうございました。大阪教育大学、その関西学生チームにふさわしい素晴らしい戦いを見せていただきました。ナイスファイトでした。金沢大学福井県立田山の順で並んでください。金沢大学市の田山大国で熱で並んだ方は多分大表大阪さん8でしょう。大阪教育大さん、すいません、表彰式しますんで、こちらお願いします。ただいまより国立ボールの表彰式を行います。両チームの選手はメインスタンド側サイドライン上にお並びください。関係者の皆様もご整列ください。それではこれより第41回国立ボール表彰式を行います。国立学生アメリカンフットボール連盟理事長の森下より盾が授与されます。それではまず勝利チーム賞、大阪教育大学、大阪教育大学の代表者1名は前にお進みください。次に担当賞、福井県立大学背番号18番吉川晃生選手、吉川選手は前にお進みください。最優秀選手賞、大阪教育大学背番号0番山下洋平選手、山下選手は前にお進みください。以上で表彰式を終了します。本日はご観戦いただきありがとうございました。なお場内の皆様にお願いがございます。場内にはゴミ箱の設置がございません。ゴミのお持ち帰りにご協力ください。以上です。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者が彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。
つてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは高校で名を轟かしたスタープレイヤーが持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑むものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。その彼らはこの苦しいコロナ禍にありまして、餓死昇誕の時期を強いられました。それを改革開校しましたこの春謳歌しております。やがて彼らはこの時を経まして、鍛錬研鑽の夏を乗り越え、再び試練激闘の秋に挑みます。その果てにこの音階の地を訪れることができるのは果たしてどのような強者となるでしょうか。その光景を楽しみとしつつ、本日の配信終わらせていただきます。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は北陸学生アメリカンフットボール協会の許可を得まして実施いたしました。その配信をしましたのは私道楽がリチャーでした。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。ごめん、ありがとうございました。最後まで。